にちは、ミランです。今回こちらの動画では、HTML、CSS と JavaScript を使って、化粧品ショップの簡単なウェブサイトを作ってみたいと思います。こちらのウェブサイトを作りにあたって、事前にめちゃくちゃ HTML、CSS、JavaScript の知識がなくても大丈夫です。初心者の方でも簡単に作れるように、一個ずつステップごとに、コーディングをしていきたいと思います。こちらのチャンネルでは僕が日本で経験したことを学んだことをはじめ、日本の魅力的な情報を世界に発信したり、そして世界の情報も日本語で発信しています。初めてこちらのチャンネルでこの動画を見ている方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速こちらの完成版のウェブサイトを見て、その後にどうやってこのウェブサイトを作っていくのか、一番最初の新しいフォルダ作成するところから一緒にやっていきたいと思います。こちらは完成版のウェブサイトになります。上の方にですね、ナビゲーションバーがあって、その下に、バナーセクション、そしてその下には弊社についてというのがあって、そのさらに下にはですね、サービスのところがあって、一番下の方にお問い合わせ、そしてソーシャルメディアの、リンクがあります、そしてですね、こちらの例えば弊社についてを押すと、弊社についてというセクションの方にスクロールできるようになったり、あとサービスを押すとサービスの方に、移動したり、問い合わせですとこの下の問い合わせのところに動かせるようになっています。さらにですね、こちらの、ウェブサイトはレスポンシブ対応もしていて、このようにですね、レスポンシブにも対応しています。こちらのハンバーガーメニューを押すと、ここにホームとか弊社についてサービス問い合わせが、出てきます。もう一度押すと、こうやって戻るようになっています。それでは、フォルダー作成のところから始めたいと思います。新しいフォルダーを作成し、名前はコスメティックショップにしたいと思います。そのコスメティックショップというフォルダーの中に、イメージフォルダーを作り、そのイメージフォルダーの中にですね、こちら、事前に準備している、5枚の画像を入れたいと思います。皆さんはですね、まだ画像を準備されてないのであれば、例えば Pixabay でしたり、あと Pixabay というのはですね、こちらの Pixabay というサイトでフリーの画像をダウンロードすることができます。そしてもう一つですね、ピクセルというのもあります。次にですね、VS コード、ビジュアルスタジオコードを起動し、こちらにですね、このコスメティックショップというファイルを読み込ませたいと思います。今、VS コードの方に、このコスメティックショップというフォルダがあって、その中にですね、こちらの5枚の画像が入っている状態です。で、次にですね、3つのファイルを作ります。1つ目は index.html、 2つ目はstyle.css、 そして、3つ目は script.js という、3つのファイルを作ります。一番最初 HTML の方で、ひな型を作ります。タイトルはコスメティックショップにしますか。はい。
で次にですね、CSS、CSS をリンクさせることをやっていきたいと思います。その次に、Found Awesome アイコンですね。の CDN をつなげることもやっていきたいと、つなげていきたいと思います。まず CSS をリンクさせるためにはリンクコロン CSS を押すと、このようにですね、CSS をつなげることができます。次に Found Awesome アイコンというのはどの時に使うかといいますと、こちらの完成版で見てみると、こちらのですね、Facebook とか、あと Twitter、YouTube のリンクがあるかと思うんですけれども、そちらのアイコンを、使えるようにします。はい、でもう一度コードの方に戻り、Found Awesome アイコンですねの CDN なので、Google でですね、Found Awesome アイコンの CDN で検索すると、CDN.js のところでですね、一番上の、こちらのコピーリンクタグをクリックし、次にですね、それでコピーできていると思うんで、こちらに貼り付けます。これで、Found Awesome のアイコンを使えるようになります。はい。で、次にですね、ボディの方に移っていきたいと思います。まずは、ナブのところですね。ナブのところの、HTML の部分を作っていきます。ナブの方でですね、ナブというタグあります。ナブというタグの中にですね、一つの、div を作りたいと思います。div の、ロゴというクラス名の div を作ります。こちらのロゴの名前はですね、こちらの完成版の方に、行くと、こちらのコスメティックショップという、名前のロゴです。そちらをですね、こちらにコスメティックショップという名前で、貼り付けます。で、次にですね、こちらの、ナーブのリンクがあるので、そちらを変えていきます。まずは、URL タグの nav links という、リストですね、を作ります。その中にですね、その中に URL タグの中に li、そして a のリストをですね、いくつか作っていきます。リストのこの href リンクの方はですね、一旦このままにして、次はですね、こちらにホームというのを作ります。ホームというのはこちらのホームのことですね、一つ目のナブリンクです。今回、ナブリンク1、2、3、4、4つあるので、こちらはですね、あと3回複製したいと思います。はい。で、ホームの次にあるのは、弊社についてサービスと問い合わせがあります。ホームの次に、弊社について、そして、サービス
次にお問い合わせがあります。はい。で、その URL の下にですね、ハンバーガーメニューを入れたいと思います。ハンバーガーメニューを入れるためには、burger menu というクラスの div を作ります。そして、このハンバーガーメニューを表示させるためにはですね、and sharp q776 セミコロンというのがあります。ハンバーガーアイコンのユニコード HTML とかで検索すると、こちらにですね、and sharp q776というのがあります。こちらですね、よく見ると、この HTML、index.html、JavaScript と CS がイメージフォルダーの中に今入っているので、これを、イメージフォルダーではなく、外側の方にですね、出したいと思います。index と、HTML と CSS ですね。こちらに出します。そうすると今、cosmetic shop というフォルダがあって、その中に、3つのファイルがあって、さらにですね、そのモイトチのイメージフォルダの中には、イメージが入っているという状態です。続いてですね、ヒロの方を作っていきたいと思います。ヒロというのはですね、バナーの方になります。こちら完成版で見ると、今、こちらのナブの方をですね、こちらを作ったので、次、こちらのバナーの方ですね、を作っていきます。コードの方に戻り、こちらのヒロって書いてですね、一つは ID というのはホームという ID と、あとクラスをヒロというクラス名の、div を作ります。ID というのはホームで、ヒロというクラス名の、div です。こちらもうちょっと、見やすくしたいと思います。はい。もう少し大きくしてもいいかもしれないですね。はい。これぐらいにしますか。はい。で、次にですね、この中に、この、バナーですね。この div の中に、一つは、写真を入れたいと思います。イメージタグで、ソースの方はですね、イメージの、こちらのヒロというのを選択して、オルトの方はですね、オルトの方に関しては、コスメティックショップって書いて、こちらの写真にもですね、クラスを当てたいと思います。クラスはヒロイメージというクラスを当てます。次にですね、この写真の下に一つの div を作って、そちらにタイトルとか、あとパラグラフの方を入れたいと思います。div はですね、ヒロのテキストというクラス名の div を作り、そちらに h1 タグで、こちらの完成版に行くと、こちらですね、コスメティックショップへようこそというのをコピーして、こちらの、ヘディングのところに入れます。ヘディングの下にですね、 p タグ、パラグラフタグで、こちらもですね、このまま、コピペしたいと思います。こちらを書きます。あなたの欲しいコスメがここで見つかるというのを入れます。これでですね、ヒロの方、ヒロというのはバナーの方には写真を入れて、あとテキストも入れました。次にですね、about 弊社についてというところに移りたいと思います。完成版で見ると、こちらですね、こちらの弊社についてというところです。こちらには一つの写真があって、その
こちらの左側には写真があって、右側にはテキストが表示されています。そのためにはですね、もう一度コードエディターの方に戻り、まずは about という ID のクラスもですね、about というクラス名の一つの div を作ります。その中にですね、もう一つ about コンテナというクラス名の about コンテナというクラス名の一つの div を作ります。次にですね、この中に一つは about イメージというクラス名の div を作り、そちらにですね、写真を、画像を一つ入れたいと思います。イメージの about us image.jpg というイメージを入れて、こちらにはですね、alt のところは about us で大丈夫です。写真をですね、一つ入れましたので、今左側の方の写真を入れました。で、次、右側の方にもテキストがあるので、そちらも入れていきたいと思います。そのためにはですね、右側の div を一つ作ります。こちらはですね、まず、about のテキストというクラス名の div を作り、そちらに s2 タグでですね、弊社についてを書きます。そして、パラグラフの方はですね、このまま、パラグラフの方はですね、このままコピペしたいと思います。ちなみにこのロレムの方はですね、ロレムの方は、このままコピペしてもいいですし、いいですし、例えば、ロレムで50とか、入れるとこのようにですね、テキスト、ロレムテキストが作られます。なので、今、これぐらいにしておきますか。はい、50ぐらいのパラグラフを入れます。なので、今、about の方も書きました。で、次に完成版の方に行くと、サービスの部分があります。サービスの部分に関しては、この about ですね。about のところが、今、about がここまでなんで、ここの div までなんで、ここに一つコメントを入れて、コメントはサービスというコメントを入れます。サービスの部分はですね、もう一度完成版の方に行くと、一つテキストあって、写真があって、その下にロレルのテキスト、パラグラフの方が表示されています。全部ですね、3つのサービスのカードっていうか、その画像が入っているカードみたいなのがあります。なので、大きなサービス DIV の中に、サービスというタイトルだったり、あとこちらの、サービス内容を入れていきたいと思います。コードエディターの方に戻り、まずはですね、サービスというサービスという ID、そしてクラス名はサービス、クラス名ですね、の一つの、div を作ります、一番最初にですね、タイトルの方、サービスというのを入れたいと思いますので、サービスの S1 タグでサービスというテキストを入れます。その下にですね、コンテナというクラス名の、一つの div を作ります。その中にですね、その中にサービスカードというクラス名の一つの div を作り、そちらにですね、s3 タグでまずスパを入れて、その下に画像があるので、イメージタグでイメージのスパというのを入れて、こちらですね、オルトのところはスパを入れます。こちらのですね、サービスカードに関しては、
今回3つサービスカードあるので、これを2回復習します。2回復習し、エスパーの次には、化粧品ショップというのがあります。なので、化粧品ショップ入れて、その下にはですね、ビューティーサロンというのがあります。ビューティーサロンというのがあります。はい。で、イメージの下に、パラグラフがあったので、こちらのピータグですね、ローレムの20ぐらい入れておきます。で、こちらも同じくですね、パラグラフでローレムの20で入れて、こちらもピータグでローレムの20入れます。はい。ここまではですね、サービスのところです。サービス、こちらですね。で、サービスの次にですね、フッターの部分があるかと思います。フッターというコメントを入れて、フッタータグですね。フッタータグで、中に一つはフッターコンテナを作りたいと思います。フッターコンテナというのは、フッターコンテナというクラス名の div を作り、そちらにはですね、一つはコンタクトインフォ、問い合わせ情報ですね。この完成版の方に行くと、こちらの問い合わせ情報を入れて、右側の方には、もう一つの div の方には、こちらの、フォローズのを表示させるための div を作ります。まずはですね、左側の問い合わせのところです。こちらに関してはですね、まずは、コンタクトインフォ、コンタクトインフォというクラス名の一つの div を作り、こちらはヘディングの4ですね。S4 タグで、お問い合わせというテキストを入れます。次に P タグでですね、P タグで、ネームの方、名前はコスメティックショップ、もう一つ P タグで、アドレスの方ですね、住所の方はこのままコピペしたいと思います。はい、さらにですね、こちらの下の方にもう一つ P タグを書いて、こちらの電話番号もそのまま、コピペで入れたいと思います。はい。今問い合わせのこちらですね。この左のところを作りました。で、次は右の方を作りたいと思います。右の方を作ります。そのためには、このコンタクトインフォの下の方にですね、下の方に、フォロー us という、クラス名の div を作ります。そして s4 タグでこちらもですね、フォロー us というのを書いて、その下に、ソーシャルリンクですね、Twitter とか YouTube の、アイコンとかを表示させるために、ソーシャルリンクというリンクスというクラス名の一つの div を作ります。そしてそちらにはですね、アンカータグで一つのリンクを作ります。そしてこちらに関してはターゲットはブランクにして、これをですね、今回、全部で Facebook X ですね、 X とあと YouTube のリンクなので、あと2回複製します。はい。この中にですね、 Facebook とかあと X、 YouTube のアイコンを入れていきたいと思います。そのためにはFoundAwesome のアイコン
というページのところに行って、こちらで Facebook を検索します。Facebook を検索すると、こちらの Square Facebook というのがあるので、こちらのですね、HTML の方、こちらの HTML の方でこれをコピーして、こちらのアンカータグの中にですね、入れます。同じく Twitter、X ですね。X、その次に X のリンクも入れます。X だと Twitter が表示されないので、じゃあ Twitter で検索しますか。はい。Twitter で検索して、こちらの SquareX Twitter というのを、コピーします。そしてこちらに貼り付けます。で次に、YouTube の方ですね。YouTube の方も、こちらの YouTube のリンクをコピーして、こちらに貼り付けます。はい。なので今、フッターのところも、書きました。今ですね、HTML の方で CSS リンクさせたり、あと、ナーブのところ書いたりですね、ナーブ、ヒロ、アバウト、サービス、そして最後にフッターのところまで書きました。これはですね、ウェブブラウザーの方にどう表示されているのかを、確かめたいと思います。Open with Live Server の方で見てみると、ロゴとかも入ってて、これもちょっと大きくしますか。こちらのロゴとかも入ってて、画像も入ってますね。画像も入ってて、お問い合わせのところもいろいろこちらに表示されています。そして最後にですね、こちらのソーシャルメディアのリンクですね、アイコンも表示されています。次はですね、CSS の方でこのようにですね、このようにいろいろ CSS を当てていって、レスポンシブ対応もできるようにしたいと思います。そちらはですね、パート2の方でやりたいと思いますので、次、パート2の方でお会いしましょう。続いて、パート2の CSS と JavaScript の部分をやっていきたいと思います。コードエディターの方に戻り、CSS ファイルに移ります。そして一番最初にですね、Google フォントのインポートから始めます。Google フォントを自分のウェブサイトに使えるようにするためにはですね、Google フォントというサイトに行って、で、こちらで、使いたいフォントを選択します。今回はですね、日本語のフォントとして、ノートセリフ JP というフォントを使います。ノートセリフ、ノートセリフの、ジャパニーズですね、こちら。を選択して、で、フォントの大きさをこちらで選択します。今回はですね、事前にこちらに、300、500、700と900の、フォントを選んでいます。そしてこちらですね、インポートの部分で、こちらのインポートの部分をコピーし、コードエディターの方に貼り付けます。これで Google フォントのインポートが終わりました。で、次にですね、CSS のリセットの方をやりたいと思います。まずですね、フォントファミリーを全体に今、ダウンロードしている Google フォントの、こちらですね、を使います。次に、マージンゼロ
padding 0、そしてボックスサイジングをボーダーボックスにします。これで CSS のリセットの部分が終わりました。で次にですね、ナーブの方に CSS を当てていきたいと思います。ナーブの CSS、 まず、バックグラウンドカラーですねから変えていきます。ナーブを選択し、バックグラウンドカラーは今回シャープの333グレーを使います。そしてカラーはですね、カラーを白にし、こちらですね、パーディングを当てます。10ピクセルのパーディングを当てたいと思います。そしてテキストアラインをセンターにし、次にですね、ディスプレイフレックス、続いてジャスティファイコンテンツをスペースビトゥインにし、次にアラインアイテムズをセンターにします。そしてウィッドを 100% にし、ナーブのハイト高さを100ピクセルに設定します。これで、こちらに戻るとですね、このように、CSS が今ナーブの方に当たっています。もう少し大きくすると、このようになっています。続いてですね、ロゴ、こちらの、ロゴの方にも CSS を当てていきます。コードエディターの方に戻り、ロゴを選択し、こちらフォントサイズの方は40ピクセルにします。そしてフォントウェイト、フォントウェイトの方は700にし、こちらもですね、カラーの方は白にします。次にですね、こちらもパーディングの方を当てたいと思います。20ピクセルのパーディングを当てます。そうすると、このようにですね、コスメティックショップというロゴがこのように表示されました。次にですね、ナブリンクスというところにですね、 CSS を当てていきます。こちらリストスタイルを None にし、次にですね、ディスプレイをフレックスにします。そしてジャスティファイコンテンツをセンターにし、こちらもですね、パーディングの方を当てます。20ピクセルのパーディングを当てます。今横になっています。こちらのナーブリンクですねは今横になっている状態です。HTML の方で見ていくと、さっきロゴの方にですね、CSS を当てて、その次にナブリンクズの方に CSS を当て、その次にナブリンクのリストのところ LI と、その後にアンカータグの方にも CSS を当てていきます。で、CSS の方に戻り、ナブリンクズ、こちらの、次は LI、リストの方ですね。こちらは
マージンを当てたいと思います。マージンは上下0の左右は30ピクセルのマージンを当てます。マージンを当てるとこのようにですね、こちらにスペース、余白を取ることができます。次にですね、ナーブリンクズのリストのアンカータグですね。こちらに関しては、テキストデコレーションを何にし、こちらカラーの方はですね、カラーの方は F4 という F4 という色をつけます。そしてこちらもですね、フォントサイズの方を少し大きくして、フォントウェイトの方も500にしたいと思います。そうすると今このようにですね、少し大きさが変わりました。はい。で、次にですね、次に、こちらの、バーガーメニューの方にも CSS を当てます。バーガーメニューの方はですね、Display None にし、カーソルの方はポインター、そしてフォントサイズの方はですね、20ピクセルにします。こちらはですね、今大きい画面の時は、こちらのバーガーメニューを表示させないようにしてます。こちらですね、後でレスポンシブに対応するときに、768ピクセルのときにはまた表示させるように、設定していきたいと思います。その次にですね、今ナーブのところが CSS 当てました、ナーブのところを CSS 当てましたので、次、ヒーローセクションの方を CSS を当てていきたいと思います。ヒロというですね、クラス名があるかと思いますが、こちらですね、こちらにヒロというクラス名があるので、こちらを選択し、こちらを選択して、ディスプレイですね。こちらもディスプレイをフレックスにします。そして、アラインズアイテムズをセンターにし、ジャスティファイコンテンツも、センターにします。その後にテキストアラインをセンターにし、こちらポジションをですね、リレーティブにします。そして、高さはですね、音に設定したいと思います。その次にですね、ヒロイメージというのがあります。ヒロイメージというのは、こちらのこのバナーのイメージの方ですね。はい。バナーのイメージの方に関しては、ヒロイメージ。ヒロイメージというクラス名を選択して、こちら width を 100% にします。そしてこちらも height の方、高さの方は音に設定したいと思います。その次にですね、色のテキストがあったかと思います。色のテキスト、こちらに関してはですね、パーディングの方を30ピクセルに設定し、ポジションの方をアブソリュートにします。そしてこちらレフトの方はですね、0に
したいと思います。はい、こうすることによって、こちらのですねテキストを、こちら左の、真ん中の方にですね持ってくることができました。はい、で次にですねヒロの、テキスト、ヒロテキストの S1、 こちらの S1 と、こちらのピタグですね、パラグラフの方にも、CSS を当てていきます。こちらは、簡単な CSS で大丈夫です。ヒロテキストの S1、 こちらはですねフォントのサイズを少し大きくします。50ピクセルにしたいと思います。そしてヒロテキストの P に関してもフォントサイズを20ピクセルに設定したいと思います。はい、今このようにですねフォントが、大きくなりました。はい、こちらはですね例えばマージンとか例えば S1 のところをですねマージンボトムとかを10ピクセルとか設定して少しここに幅を調整したりすることができます。ナーブのところ今ですね、ヒロ CSS バナーの方の CSS を当てましたので次はですねアバウトの方の CSS を変えていきたいと思います。アバウトというのはこの下の方ですね、こちらの、弊社についてというところです。コメントを書いてアバウト CSS というコメントを書いてこちらはですね、アバウトコンテナというのがあるかと思います。こちらに戻ると、これのことですね、アバウトのアバウトコンテナというこちらです。アバウトコンテナに関してはですねアバウトコンテナに関してはこちらもディスプレイをフレックスにし、justify content をスペースベトゥインにします。そして、arrange items をセンターにし、パーディングの方はですね、30ピクセルを当てます。今ですね、こちらに戻ると、このようになっています。先ほど下にあったテキストがこちらに行きました。その後にですね、about イメージというのがあります。こちらのですね、about イメージ。こちらの img タグ、イメージに関しては max width を 100% にします。その後にですね、about のテキストがあります。about のテキスト。about のテキストに関しては max width を500ピクセルに設定して、こちらパーディングの方を30ピクセル当てます。30ピクセルを当てるとこのようにですねこちらのサイドにですね余白を取ることができました。その次にですね About のテキストの、ヘディングですね弊社についてというのがあるのでこちらに関しては、フォントサイズフォントのサイズを
40ピクセルぐらいにし、フォントウェイトの方は700にします。そしてしたいんですね、少し余白があった方がいいので、マージンボトムの10ピクセルぐらい設定しますか。はい、このように今平写についてのところの、このヘディングのところですねに CSS を当てました。その後にですね、こちらの、パラグラフの方、ロレムテキストの方にも CSS を当てます。 About テキストの P ですね、パラグラフの方にはフォントサイズを、20ピクセルぐらいに設定し、カラーの方はですね、グレーにします。そうすると、このようにですね変わっています。今ですね、 About の方に CSS を当てましたので、次はですね、次は About の後にサービスの方に CSS を当てていきます。一個コメントを入れて、サービスの CSS を書いていきます。はい、サービスのですね、まずはこちらで見るとサービスというヘディングがあって、その後に写真などがあります。まずはですね、ヘディングのところから始めます。サービス。の H1 ですね、ヘディング。HTML の方で見ると、こちらのサービスというクラスの H1 に対しての CSS を書いています。サービスの H1 に関しては、フォントサイズですね。フォントサイズの方を大きくします。50ピクセルぐらいにしておきたいと思います。そして、フォントウェイトの方、はですね、700にし、その後にですね、テキストアラインをセンターにします。こうすると、このように真ん中の方に持っていけます。その後にですね、サービスのコンテナの方に CSS を当てていきます。サービスコンテナというのは、こちらですね。こちらのサービスコンテナです。CSS の方に戻り、サービスコンテナに関してはですね、ディスプレイをフレックスにし、その後に justify content をスペース between にしたいと思います。そして、アラインアイテムズをセンターにし、こちらパディングはですね、20ピクセルを当てます。その次にですね、その次にサービスカードというのがあります。こちらのサービスカードですね。こちらもコピーして CSS の方に移り、ドットサービスカードで、こちら width を 30% にしたいと思います。そしてパディングの方はですね、パディングの方は20ピクセルを当てて、マージンの方はですね、マージンの方は10ピクセル当てます。その後にですね、ボーダーの方をつけたいと思います。ボーダーの方はですね、1ピクセルのソリッドの DDD という、こちらの、ボーダーをつけます。ボーダーレディアス、ボーダーレディアスの方はですね、5ピクセルぐらいに設定しておきます。今、こちらに行くとですね、
このようになっています。あとでこちらの写真も調整していきたいと思います。はい。で、エコーデディターの方に戻り、今サービスカードの方に、CSS を当てたので、次にですね、サービスカードの中にあるテキストの方に CSS を当てていきます。サービスカードの中にある S3 ですね。こちらフォントサイズの方はですね、24ピクセルぐらいに設定します。その後にフォントウェイトの方は、500に設定したいと思います。はい。その後にですね、サービスカードの中にある、写真ですね、イメージに対してはwidth の方ですね、幅を 100% にしたいと思います。一旦ウェブブラウザーの方に戻ると、今、このようにですね、こちらにサービスカード、サービスの部分が映っています。少しスパの、このヘディングの下にですね、パーディング、このヘディングの下にですね、少し余白があってもいいかもしれないんで、こちらはですね、マージンボトムを10ピクセルぐらい当てて、テキストアラインをセンターにしてもいいかもしれないですね。センターにすると、こうやってセンターに持っていくことができます。センターに持っていった方が、ちょっと見栄え的にいいかもしれないですね。はい。これぐらいにしておきます。はい。次にですね、サービスのイメージの次に、フッターの方にですね、CSS を当てていきたいと思います。フッターの方ですね。まずですね、フッターを選択して、こちらバックグラウンドカラーの方はですね、ナビゲーションバーと同じ、グレーにしたいと思います。そしてカラーの方は、白にして、テキストアラインの方をセンターにします。その後にですね、パーディングを当てたいと思います。パーディングは20ピクセル合っています。はい。その後にですね、フッターのコンテナというのがあります。フッターのコンテナというのが、こちらですね、フッターのコンテナ。これを選択して、CSS の方に、こちらを持ってきて、こちらはですね、ディスプレイ、フレックスにし、justify content を space around にしたいと思います。そして align items の方はセンターにし、その後にですね、width の方を 100% にします。そして、高さも設定したいと思います。こちらは400ピクセルぐらいの高さにします。今はですね、こちらの方に戻ると、今はこちらのフッターの部分が、CSS ですね、当たっています。フッターの部分に CSS が当たっています。次にですね、フッターコンテナの中には、コンタクトインフォとソーシャルリンクがあるので、そちらに関してもですね、CSS を当てていきます。まずはコンタクトインフォの方です。左側の方ですね。こちらの、左側の部分に CSS を当てていきます。
こちらはですね、コンタクトインフォのところに関しては、コンタクトインフォとですね、あと、フォローアスというソーシャルリンクのところもあるので、これを一緒に一旦選択して、こちらにはですね、フォロワー数というのもクラス名なので選択して、こちらはですね、マックスウェイトを400ピクセルぐらいに設定したいと思います。はい。次にですね、コンタクトインフォの中の H4 というお問い合わせというふうに書いているこちらのこのテキストですね。にも CSS を当てます。こちらはフォントサイズの方を少し大きくして、次にですね、フォントウェイトの方も500ぐらいに設定したいと思います。その下にですね、住所とか電話番号とかいろいろ入っているかと思うんですけれども、そちらはピータグに入っているので、そちらにも CSS を当てていきます。フォントサイズの方は20ピクセルに設定して、フォントウェイトの方はですね、400ぐらいに設定します。で、次にですね、ソーシャルリンクの方、こちらにも CSS を当てていきます。ソーシャルリンクの方に関しては、ディスプレイですね。ディスプレイをフレックスにして、ギャップの方ですね、30ピクセルぐらいにしますか。こうすると、今、こちら少し見づらいかと思うんですけれども、今 CSS が当たっています。その後にですね、ソーシャルリンクの中の Follow Us というテキスト S4 タグで入っているかと思うんですけども、こちらに関しても少しフォントサイズを大きくします。32ピクセルぐらいにして、フォントウェイトの方もですね、こちら500に設定したいと思います。その次にですね、ソーシャルリンクの、アンカータグですね、アイコンとか入っているアンカータグあるかと思うんですけれども、そちらにも CSS を当てていきます。まずカラーの方を、白にし、テキストデコレーションですね、テキストデコレーションの方は、None にします。テキストデコレーションを消します。そうするとですね、こちらにこの色がですね、今白くなっています。変わっています。こちらの、アイコンの方にもですね、少し、余白があった方がいいと思うんで、マージントップで10ピクセルぐらいの、余白を取ります。今このような状態です。で、次にですね、FA ブランズという、こちらで見るとですね、ソーシャルリンクの Facebook とか X とか、あと YouTube の方に FA ブランズというクラス名があるかと思うんですけども、そちらも CSS を当てます。FA ブランズの方に関しては、こちらフォントサイズですね。フォントサイズの方を、32ピクセルぐらいにしますか。少し大きくします。これぐらいにしておきます。で、今ですね、今は、フッターの方まで、CSS が当たっています。次はですね、携帯の方でも、レスポンシブに対応できるようにですね、そちらを変えていきたいと思います。レスポンシブの CSS ですね。まずはですね、アットマークメディアのスクリーン&
max width を768ピクセルにします。この場合の CSS ですねを変えていきたいと思います。まずこの場合ですね、ロゴの方はフォントサイズを少し小さくします。32ピクセルぐらいにしたいと思います。一旦ですねこちらに戻ってインスペクトをすると大きかったロゴが小さくなっていると、少し小さくします。はい。その後にですね、ナーブリンクの方にも CSS を当てていきます。ドットナーブリンクス。こちらに関してはですね、ナーブリンクスの方は、ディスプレイノン。小さい、画面が小さくなったときには、リンクの方を表示させないようにしたいと思います。その後にですね、フレックスディレクション。その後にですね、フレックスディレクションの方は、コロンに設定し、バックグラウンドカラーですね、バックグラウンドカラーの方を、こちら、ナビゲーションバーと同じ色にしたいと思います。そしてこちら、ポジションの方はですね、アブソリュートにし、その後に、ウィッドの方を、100% にします。はい。その後にですね、テキストアラインの方をセンターにし、トップを100ピクセルにします。その後にですね、レフトの方、レフトの方は0にし、Z インデックスの方はですね、こちら念のため1と入れておきます。はい。で、次に、ナーブリンク。ナーブのリンクスの、ドット。そう。ナーブリンク図を表示させるときはですね、ディスプレイを、フレックスにします。その後にですね、ナブリンクズの、リストの方に関しては、こちらマージンの方を入れていきます。上下10ピクセルの左右、0ですね。に設定したいと思います。その後にですね、バーガーメニューの方にも、この場合の、レスポンシブ対応の場合の CSS を書いていきます。バーガーメニューですね。バーガーメニューに関しては、こちらディスプレイ、ブロック。小さい画面になったときは表示、させます。そしてフォントサイズの方を、少し大きくしていきたいと思います。次にですね、ヒーローテキストの方があるかと思います。ヒーローのテキスト。色のテキストの方はですね、こちらパーディングの方を20ピクセルに設定し、フォントサイズですね、フォントサイズの方も小さくします。はい。その次にですね、アバウトコンテナというのがあるかと思います。そちらも CSS を変えていきます。ドットアバウトコンテナ、こちらですね。こちらに関しては、フレックスディレクションの方をコロンに設定し、テキストアラインですね。テキストアラインの方をセンターにします。次にサービスコンテナというのがあります。サービスのコンテナですね。サービスコンテナに関しては、フレックスディレクションをこちらもコロンの方にします。コラムの方にします。その次にですね、サービスカードがあります。サービスカードに関しては、こちらですね、 width を 80%
少し小さく表示させるようにしたいと思います。はい、これで、CSS の方にこちらに戻ると768ピクセルになったときは、このようにですね、ナブリンクなどが消えて、かつですね、こちらのサービスのところとかも、コロンですね、縦に、ね、表示できるようになりました。この次にですね、JavaScript の方で、こちらスクロールしたときに、こちらの、ナビゲーションですね、こちらをクリックしたときに、そのセクションに飛んでいったり、ハンバーガーメニューをクリックしたときに、こちらに、ナブリンクを表示できるように、していきたいと思います。まずはですね、DOM が構築されたときに特定の処理を実行したいと思いますので、そのためのコードを書きます。どういうことかと言いますと、こちらでですね、ドキュメント .add event listener のドームですね、ドキュメントオブジェクトモデル、ドームのコンテンツローデッド、した時のファンクション、関数ですね、に関しては、こちらはですね、まず、ナビゲーションメニューとハンバーガーメニューの習得をしたいと思います。ナビゲーションメニューとハンバーガーメニューの習得ですね。ナビゲーションメニューとハンバーガーメニューの取得をします。そのためにですね、const nav links イコールドキュメントドットクエリセレクトのこちらは何を取得したいかと言いますと、ナブのリンクズを取得します。次にですね、次には、ハンバーガーメニューなので、これこのまま、一旦複製して、次はバーガーメニューで、こちらは、バーガーメニューというクラス名があったかと思います。ナブリンクズと、あと、バーガーメニューを今習得しました。次はですね、ハンバーガーメニューがクリックされた時の処理をしていきたいと思います。ハンバーガーメニューがクリックされたとき、クリックされたときの処理ですね。こちらに関しては、バーガーメニュー、バーガーメニューのドットアッドイベントリスナー、ハンバーガーメニューをですね、クリックしたときに、関
参集としてはですね、こちらは ナーブリンクズのクランスリスト .travel、 こちらを、そうですね、見せたいと思います。はい、表示したいと思います。これですね、一旦こちらに戻ると、こうやってですね、もうちょっと大きくして、こちらでインスペクトした方がいいかもしれないですね。はい、ハンバーガーメニューを押したときに表示させると。はい、そのための、JavaScript の方を書きました。で、次にですね、クリックしたときに、セクションにスクロールできるようにしたいと思います。クリックときに、セクションにスクロールすると。クリックしたときに、セクション。そのためにですね、まずはコンストの linkz イコールドキュメントドットクエリセレクトオール、これでナーブの A ですね、リンクナーブリンクズのアンカータグリンクタグを取得して、その後にリンクズのドットフォイッツ、そしてリンクGreater than or equal to、 この時のファンクションに関しては、この時にですね、この時にまずは link.addEventListener、 こちらもクリックした時ですね、クリックしたときにファンクションの方はこちら E にして、こちらは E.PreventDefault、 デフォルトを一回プリベントして、その後にですね、クリックされたリンクから対象のセクションの ID を取得したいと思います。次に、クリックされたリンクから、セクション
ID を取得すると。そのためにはですね、const target ID イコール this dot get attributeの、アトリビュートというのはですね、href アトリビュートが必要になると。そして、sub substring の方は、こちらは1ですね。その前にですね、一旦 index.html の方に戻り、こちらは href のところですね。こちら、ホームの時は、こちらホームにして、こちらは about にして、こちらはサービスにして、こちらは contact にしたいと思います。はい、その後にコンタクトセクションの場合ですね、フッターを対象とすると、フッターの方もですね、コンタクトを押した時にフッターの方に飛ぶようにですね、スクロールされるようにしたいと思いますので、コンタクトというのが、問い合わせですね、お問い合わせセクションの場合はフッター、フッターを対象とする、はい、そのためですね、コンスト、ターゲット、ターゲットエレメントイコール、ターゲット ID イコール、コンタクト。ドキュメントもしくはドキュメント、ドットクエリセレクターの、フッターですね、フォントじゃなくてフッター、ドキュメントドット get element by id、 こちらはどの id かというと、ターゲット id ですね、ターゲットの id です。はい、その次にですね、ターゲットセクションにスクロールしたいと思います。ターゲットセクションにスクロール。そのためにですね、スクロールトゥセクションというのはですね、ターゲットのエレメント、そして、ナブリンクズの
ドット。オフセットの、ハイトですね。その後にですね、768ピクセルモバイルビューでナビゲーションリンクを非表示にするための、コードを書きたいと思います。If window.innerWidth less than or equal to 768 pixel でこの時に nav-linked.classList.remove のところに関しては、こちらはですね、そうというところですね。はい。768のエピクセルはいらないかもしれないですね。768。これで、もう一度ですね、ウェブブラウザーの方に戻りたいと思います。これで、ハンバーガーメニューを押すと、このようにですね、ホームとかナブリンクが表示されて、もう一度押すと、このようにですね、消えるようになっています。そして、ホーム、弊社について、こちらに関しては、まだですね、スクロールの方がまだできるようになってないですね。次はですね、ターゲットセクションにスクロールするための、ジェネリックな関数を変えていきたいと思います。ターゲットセクションにスクロールするためのジェネリックな関数ですね。を変えていきます。こちらはですね、ファンクションのスクロールトゥーセクションというのがあります。スクロールトゥーセクションのところですね。ターゲットのこちらオフセットですね。オフセットにして、こちらは window.scrollTo のこちらはですね、まずはトップはターゲットドットオフセットのトップターゲットとオフセットトップマイナスオフセットですね。オフセットですね。こちらはこれで、ビヘビアに関してはスムースですね。スムーズにしたいと思います。こうすると、これでですね、もう一度この
ウェブサイトの方にですね、ウェブブラウザーの方に戻ると、このような感じでですね、化粧品ショップ、コスメショップのウェブサイトが表示されているかと思います。HTML の方にですね、一番最初にここ EN、英語だったと思うんですけれども、こちらを J として、ジャパニーズに変えてください。これでですね、ウェブサイトの方が完成になります。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは僕が日本で経験したこと、学んだことをはじめ、日本の魅力的な情報を世界に発信したり、世界の情報も日本語で発信しています。初めてこちらのチャンネルでこの動画を見ている方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。